どうもお疲れ様です。今日もマインクラフトを少しだけやっていきたいと思います。で、今日はですね、後ろに見えていると思いますが、はい、エンドにちょっと行ってみたいと思います。エンドに行って、今エリトラロストしてるんですよね。ちょっと今日はエリトラ探し、まあこの1回で見つかるとは思いませんが、ちょっと行ってみます。で、エンドに来ました。で、ちょっとここは下を見ながら行かないと、エンダーマンがいっぱいいるので、入り口はあっこなんですが、多分いろんな入り口ができてるんですが、あ、これ多分倒せば倒すほど入り口が増えるのかな。あっちの入り口行ってみるか。今日はこのために、土ブロックを持ってきましたが、上がってきた、怒るよって言って、どこ行った？ここ垂直で上がっていこう。奈落に落ちたくないよって言いながら行くんですが、はい、ここはちょっと広くしておきましょう。はい、で、ちょっとここも面の広くしとこう。よし、これで OK。 で、エンダーパール。はい。どこだ？ここ。びっくりした。なんだ？ここか。ここはどこじゃ？ここはどこじゃ？ここはどこなんじゃ？帰り道はこれか。少しでも置けるなら、階段を作っときたい。絶対エンダーマンと目を合わせ、帰り道は格好できた。そしてエンダーパールが欲しいっつうのもあるという。ああ、ここ一回来てないのかな。うん、ちょっとエンダーパール集めとくか。
ち来るからこっち来て、なんで人の土を持ってんねん。しろって言った。なんかスキップしてる。おい、もう終わりかよ。死んだ。どこを壊してんの。ですが、でもあっちとかも見てみよう。こういうのって近くにあったりするんですよね、最初。一回来てんのかな。来てたら道があったりするんですが。倒すたびに入り口が増えていくのかな。うん、多分エンドがこっちにあるんだとしたらどこ行けばいいのこれ。まあっこまで道作るか。どこが近いこれ。全部遠く見えるっていう。あ、遠いでしょうね。じゃあここら辺からっていくか。まあ作ってれば着きますよな。あ、エンドシティ発見。よし、じゃあ行きます。ここからエンドシティやってもシップがないと意味がないですからね、あれ。
ですよ。ダーマも土泥棒なんですからね。ちょっと怖いですわ。終わった。多分目を合わさないとは思うんですが、あえてダーマが上見てくるから、珍しそうに見てくるから君たちの方が珍しいんだよ。何、自分で落下ダメージ食らってんだろうか。よし、ちょっとじゃあちょっと行ってみましょうか。エンドシップあった。よし、でも一回来てる可能性も高いんですよね。多分エリトラで結構飛び回ってるんで、エリトラがあればワンチャン、エンダーマンが怖い。エンダーマン怖い。エンダーマン恐怖症や。あら、もうない。一番の恐怖はここからなんですよね。あれ？もう今。一番怖いのは、そうですね、ここから出てくるシェルカーが怖いかな。あ、シェルカーおるってことは来てる、来てないんじゃない。シェルカーの音がする。ちょっと様子を見ながら。待って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 、あ、ラッキー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 、それはラッキーだ。ここ引っかかる、ここ引っかかったっけ。よし、降りた。もう下ろしてや。ちょ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 、待って。ちょ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 、落下死を防ぐためにしとかないと。勝負を挑むっていうのか、どこだ、あれか。なんか落としたね。よし、シェルカー落としたわ。あともう一匹いるの分かってるんだ。いない、いない。スコップ持ってきた。どこから飛んできた？エリトラ？ちょっとあれ隠れてるっけ、わからん。あれ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 。よし、ごめん、ちょっと。よし、シェルカー。ゲッチュ。
してこれエリトラ OK エリトラ OK おお、うん、消滅呪いか。まあ氷あたりと耐久ついた OK ダメージ軽減いいですね。スコップもありがたい。そしてこれおあの馬さんを強化しよう。下にいたのは覚えてる。ちょっとこのドラゴンの玉を落としといて落としといて、もうちょっと装備しときますか。一応面のために多分大丈夫だと思うけど、多分大丈夫だと思う。エリトラを再ゲットして、ここにいるの分かってんだよ。死んだ。まあ場所分かってます。まだ場所分かっているんで、アイナパ全部できんじゃなかったな。あ、剣が出た。あ、まあエリトラ OK です。というわけで、エリトラの場所が分かったので、多分これで行ったら時間が来るので、今から、剣とかエンダーパールを持って、戻ってきたいと思うので、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。